こぶたくんはサイコロを振って自分のこぶたくんを進め、より早くゴールに着くゲームです。ゲームは時計回りに一人ずつ手番を行って進めていきます。最初の人を適当な方法で決めてゲームを始めます。手番になったら、まずサイコロを振ります。サイコロの目に合わせて小豚を進めます。こうしてゲームを進めていきます。道は一本道なので、進もうとする先に他の子豚がいる場合には、背中に飛び乗って進んでいきます。もし他の子豚を背中に乗せたまま進むことがあったら、一緒に連れて進んでいきます。例えば、一番下の子豚なら、上に乗っている全員を連れて、間にいる子豚なら、誰かが道のりの最後から飛び出したら、今回のレースはその子豚の勝ちです。もし積み重なって一緒にゴールした子豚がいたら、その子豚たち全員が勝ちです。